願いします。はい、じゃあ発表を始めさせていただきます。タイトルは、俺が iPhone 持ってドヤ顔するまでと、自分でちょっと言葉に発するの恥ずかしいんですけども、初めて言葉で言ったんですけど、まあ、こういったタイトルで発表を始めさせていただきます。まずまあ簡単に自己紹介を。まあ、じゃあ軽く自己紹介をしたいと思います。Twitter ID ジェントルメンタツで、こんな可愛いアイコンでやっています。これ同期に言われたんですけども、夜これをずっと見てると怖いって言われたんですけど全然そんなことはなく、これ熊野風さんなんで、むしろ怖いよりか可愛いっていう方が合ってると思います。まず経歴をちょっとお話ししますと、2011年1月にもう皆さんご存知の通りワークトカシによって、牧場の存在を知りました。で、もうその次の日から、次の日じゃないか、その月、次の月から、牧場に入り、まあ、最初は東宝 TV 制作を開始して、まあ、番組は5つほど、まあ、数えたわけではないんですけど、まあ、大体5個ぐらいでやったかなという感じで、5つほど番組を作成しました。で、まあ、このそうですね、一応のさんに、メンタスと最初、まあ、ID が長いからなんですけど、メンタスと呼ばれてから、まあ、メンタスとして名乗っています。でですね、去年の7月ですね、に、東宝 TV ずっと作ったんですけども、iPhone でアプリを見たいということで iPhone を、のアプリ開発を開始するということをいたしました。でですね、まあ、こういう目的があってですね、東宝 TV を iPhone で見れないかということで、見てみます。映してみると iPhone で東宝 TV の本件見てみると、こういうこと書いてあるんですよね、赤線のところに。この動画を生成するには Adobe Flash Player が必要ですと。初期の状態では使えなくて、まあいろいろ良しなするとできるのかもしれないんですけども、当時は無理だと。で、このことについて、牧場のアイドルの茶太郎先生も、まあ、こういうことをおっしゃってるわけですね。まあ、こういうことをおっしゃってるので、まあこれはどうにかしちゃいけないなと。でですね、それと別に、これ iTunes Store の、先ほどこれボーノさんがちょっとお話ししてくださったんですけども、 iTunes Store で東宝 TV を検索すると、お話しいただいた通り東宝 TV のビデオキャストがあるんですが、まあ、これもそこまでこうメジャーに皆さんが知っているわけではないと。やっぱ iPhone ユーザーとしてはこうアプリがあってポンと押すとすぐ動画が見れるようなアプリがあればいいんじゃないかなと思って、今回その、内容のお話をさせていただきます。名前はこれですね、東宝 TV Created for iPhone とこういった話で、やっていきたいと思います。で、まず具体的な内容に入る前に、まあ、ちょっと使いどころをお話ししていきたいと思います。まあ、例えばですね、ちょっとお話しあったんですけども、まあ、通勤通学にちょっと自分今月どんな動画がアップされたのかなみたいなのをちょっと見るのに、まあ、PC だとネットワークがなかったりするんで、その分 iPhone で見ると、まあ5分10分ですね、動画5分10分なんで、もう軽く移動中に見ることができたりですとか、あとはまあ実験中ですよね。僕ドライのラボだったんでウェットやってないんですけど、実験やってないんですけども、実験中にちょっと、まあ、5分10分時間が空いたと。でもまあデスクワークするほどじゃないって時に、このデータ取った後こういう解析ツールを使いたいから、じゃあこの解析ツールを動画で先に勉強しとこうという時とかに iPhone をこう、まあ、PC 持っていくのはちょっと実験室持っていくのは厳しいので、iPhone でちょっとさらっと見たいなという時とか、あと、まあ、これついてなんですけど、まあ、例えば友達とこうお酒飲んでる時とかに、バイト何やってるのとかいう話は多分聞かれたことがあると思うんですね。でそれでなんか牧場で動画作ってるとか言うと何言ってるかさっぱり分からないとよく言われるので、よくいわゆる一般人の方にはなかなか伝わらないので、まあ、例えばですね、iPhone をさっと取り出してアプリで、こういう動画作ってるんだよとか見せると、なんと話がそうつながって盛り上がるということもあると思います。ということですね、本日初公開です。アプリ、開発しております、トゴディキュレティッド iPhone でございます。でこちらがアイコンになっております。でですね、まあ、今実際に実装したところをお見せいたします。まずこちらですね、機能が4つついていて、まあ、ページが4つついていて、それぞれこれ、まあ、拡大するとこれすごいんですけども、まあ、ニューと、まあ、ランキングと、カテゴリーと、まあ、ツイッターと、こういう今4つのページがあってですね、でニューっていうのはキュレティッドにあるのもそのまま使ってるんですけども、新着動画ですね。でこれ日付とその動画のタイトルが書いてあって、
今2012年3月16日まさに今日ですね、まあ、実はこれ今日ではないんですけども、まあまあ、ご存知の方はご存知で、まあ、それはいいんですが、諸事情ですね、ですね、この、動画の見たい動画をこうタップして出ますとこう画面が遷移して、ゲノム遺伝子講座、まあ、例えばですねこう見た時に、動画のタイトルとサムネイルとあと、まあ、ウォッチってこれボタンなんですけどもと最後 の動画の説明文が出てきます。でもちろん横の画面にも対応していて、やっぱ動画で見るときは横で見ないとなかなか iPhone で立てはきついので横画面にも対応しています。でですね、このウォッチっていうボタンか投稿作業を持っている看板をタッチするか、またそのサムネイルをタッチしていただくと、タップですね、タップしていただくと、まあ、トランスフォーム解析の、まあ、例えばですけどこういった動画に遷移するようになっています。で、まあ、ちょっと戻って、でその次ですね、これ新着の次にランキングですね。ランキングは、その日とかそのある一定期間内で その 再生回数が一番多いものを順に取ってきていて、でこの上 の, ボ, あのボタンをタップしていただくと、まあ、昨日、これも拡大するほどじゃないんですけど、昨日とかこれが昨日までに一番再生回数が多いものをランキングで表示したり、まあ、先週のものをであと、今月先月といったふうに、再生回数が多いものを順に表示するっていうのがランキングになっています。で次の3つ目なんですが、カテゴリーっつって、これはどうあの、DBC レースが、カテゴリー動画をカテゴリー順で分けて、それを、まあ、例えばここでタンパク質配列構造解析だとか発現制御解析だとか、まあ、こういったいろんな、カテゴリー5つあるのかな、その講習の動画とかもあるので、そういうふうに分かれていて5種類から今は、あって、それぞれをタップすると、サブカテゴリーに飛んでその動画がカテゴリー化されたその動画が一個一個が見れるというツールになっております。でもう一個はツイッターの機能があってですね、これもキュレディットの横にページにあると思うんで皆さんご存知かと思うんですが、統合 TV 関連のツイートを、表示してくるようになっています。で今は残念ながらツイート機能ないんですけども、誰かがこういう動画を見てこういうことをツイートしてるっていうのを、見ることはできます。でこれが今までの、今もうすでに実装したものの内容なんですけども、じゃあこれからどういうことをしたいかっていうことをちょっとお話しします。この2つは僕もつけたいなと最初から思っていた機能なんですけども、1つはですねお気に入りの機能ですね。これ両方ともブラウザで見たときはあると思うんですが、例えばですね気に入った動画があったりですとか、またはちょっと気になったけど今見る暇がないからちょっとブックマークしておこうと、そういうもんですね。 URL をローカルに iPhone のユーカリにローカルに保存しておいて、まあ、ワンタップでもうその動画を見れるようにっていう機能をつけたりですとか、もう一個こちらですね、ツイート機能ですね。先ほどツイート機能は閲覧しかすることできなかったんですけども、気に入った動画を見たいときにこの気に入ったその動画の URL を含むツイートすることができると。で例えばそのサジェストしたいときとかに、この動画は誰どういうことをしたいときに見るといいよみたいなツイートをしてくださる人がいらっしゃると思うので、まあ、そういった機能もあると有用かと思っています。で、まあ、他にもいろいろやりたいことあるんですけども、まあ、もちろん例えばですとかレイアウトですね、牧場っぽいレイアウトを既にどうしようかっていうのを考えてるんですけども、凝ろうと思えばいろんな凝り方があるので、まあ、レイアウトしたいな。その他にキュレティットには計算機能がついてるんですね。なんですけども、これはいろんな諸事情があって今のところできてなくて、まあ統合 TV がこうデータベース化すれば計算機能もつけられるんじゃないかと思ってますが、これはまあすぐにできるものではないかなとちょっと思っています。それですね、iPhone だけだとあんまりちょっとこう他のユーザーから批判が出る可能性があるので、というか、まあ一応 Android も対応しとこうかみたいなこと でやったりですとか、あとやっぱ動画見たいの場合はその iPhone よりちょっと画面ちっちゃいの でも PC だと持ち歩くのは大変なので、まあ、その間を取って iPad で、まあ、今日発売されましたけど新しいのが iPad で、見ることもできるといいかなと思っています。あとですね、これもちょっとこれは僕の諸事情なんですけども、Apple さんがどんどん OS をアップデートするとそれに伴って開発が楽になったりもするんですが、その楽なこう方法で開発をするとそれより下の OS に対応してなくてですね、今実際作ってるのが iOS5 でしか対応してないので、まあまあアップデートしてくださればいいのですが、ユーザーの方々が、まあ、そうもいかない時もあると思うんで、まあ、それ以下にも対応できたらいいかなとちょっと思っています。
できるだけ早くリリースいたします。本当は今日中にというか今日までに、サブミットしたアップル社からアクセプトされて、こうその場で iPhone 持ってドヤ顔できたらよかったんですけどもちょっとそれが間に合わなかったんで、できるだけ早くリリースをしたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。すいません、一つ言わせてました。ですね、後継者の問題があるんですね。実は僕3月で卒業してしまうので、次やってくれる人、これそのままやってると今、サブミットしてない状態なので、僕がいなくなったら誰もやってくれなくなって、こう一生リリースされないみたいなことになってしまうので、ぜひ後継者を募集しています。でですね、この後の話はちょっとでも興味持ってくれた方に聞いてほしいんですけども、開発の参考になるのがいろいろありましてですね、公式のリファレンスですとかこうあるんですが、一つ公式のリファレンスを見てみると、iOS ディベロッパーライブラリっていうのがあって、その開発者は全員 iOS のディベロッパープログラムに入るんじゃないんですね。でその入るところで、それぞれの資料がどのクラスはどういう使い方をするとか、メソッドがどうとかっていう説明が書いてある、ものがあります。でこれもちろんPDF とボタンを押すと PDF でも落とせるので、iPad に入れて通勤通学の時に見るとか、ちょこちょこ読むとかってこともできます。で英語なんですよね。英語なんですけども、これ例えばObjective-C のプログラミング言語の説明なんですけども、これ一番最初の部分見てふと見てみるとシンプルコンピュータラングジって書いてあるんですよね。一回も僕はシンプルだと思ったことは全くなくてで日本語で訳されててもシンプルが簡単になって訳されてて、そんなわけないだろうと思ったんですけども、資料はいっぱいあります。でですね、それと別に開発者のブログ、これが僕はやっぱ一番重要かなと思ってるんですけども、書籍もいっぱい出てます。 iPhone のアプリを開発するためので、開発者のブログも Google 等で検索していただくといっぱい出てきます。例えばなんかこういうことしたいっていうのを普通に Google 検索してくれると上に出てきたりですとか、もしくはこのクラス使いたいって時にそのクラスを名前入れてあげると、そのサンプルコードとかで開発者の方がブログを書いてるんで、そういったそのものも使ったりできます。あとですね、これ結構知らない人も多いかと思うんですけど、実は YouTube に結構開発者がその動画作る時の動画を、アップしてくれてるんですね。だから YouTube で見ると、大体英語なんですけども、英語分からなくてもなんとなく見てれば、なんとなくこう手の動きとかでどこを触ればいいとか分かるので、 YouTube も使うといいかなと思っていて、あとこれ最後の取り柄として Twitter の IDD で、iPhone_JP っていうのがあって、これですね、iPhone 開発者がみんなこれに、これをフォローしてるんですね。でこれに、ツイートしてあげることによって、そのこれ今フォロワー1万4000人とか書いてありますけども、この1万4000人の方が、分かる親切な方がこう返信してくださるので、要はチーム君みたいなもんですよねってことをしてくれるので、すいません、これが最後の取り柄かなと。僕まだこれ使ってないんですけども、見るだけでも重要なので、どういう方々がどういう質問していて、どういったもの答えが返ってきてるのかっていうのを見ることができるんで、これも使うといいと思います。でですね、ちょっと興味を持っていただくために X コードを実際開発中のところを、キャプチャーしたのはこちらなんですけども、ちょっと見てみると、こういうふうに、クラスが、ファイル並んでいたりとか、その使ってる画像とかを保存しているところがあったりですとか、あとこれ iOS5 から開発できるようになったものなんですけども、ストーリーボードといって、その遷移するビュー一個一個をこうドラッグアン、こうマウスで落としてくることができて、一個一個こうドラッグで線をつなげることで、もうそのページの遷移がつながることができて、プログラミングそんな書かなくても書けなくはないというか、もちろん内容はプログラム書かなくちゃいけないんですけども、こういったこともできたりします。でこの右下の方ですね、見てみるとナビゲーションですとか、上のバーですね、ナビゲーションとかタブバーっていうのは下にあるバーでとか、ページビューとか、こういろんな部品もドラッグしていくだけでそのビューにどんどん貼り付けることができるんで、開発してて結構楽しさも、コードずっとガリガリ書いてるだけじゃなくて、こういった楽しさもあったりするので、興味がある人はちょっといじってみるといいと思います。でですね、後継者になるための条件なんですけども、
まあ、もちろんのこと、オブジェクト思考は知らなくちゃいけないと。クラス、インスタンスですとか、クラスですとか、継承ですとか、そういったことは全部知ってなくちゃいけない。もちろんですね。で、あと、オブジェクティブ C なんで、基本的に書くのは。まあ、もちろん C は書けなくちゃいけないし、C プラはもうクラス、オブジェクト思考として書けなくちゃいけないし、まあ、オブジェクティブ C も書けなくちゃいけないと。もう当たり前ですね。で、あと、X コードで基本的に開発を行うので、X コードの使い方は知ってなくちゃいけない。で、最後にアプリの作成の工程なんですけども、実験試すだけでも、その iPhone のプログラムディベロッパーにこう、登録して、で、年会費を払って、で、実機を登録してとかいろいろ作業があったりですとか、あと自分が実際作った後でも、こうやって、Apple の方に申請しなくちゃいけないですとか、そういうのは全部英語でやり取りしなくちゃいけないんで、まあ、そういったアプリ開発のこう1から10まで全部知ってなくちゃいけないと。まあ、これぐらいの条件は、まあ、当たり前として考えておいてほしいんですが、まあ、こんな人そんな人いませんよね。正直僕はさっきの4つ1個も満たしてないです。で、これちなみに先月伊豆に行った時にサファリパーク的なところに行ったんですけど、これ見せたかっただけです。このスライドはでうまく撮れたんで、で、後継者になるために、ね、C の条件なんですけども、まあ、気合はやっぱ必要です。全然わかんないところから全部 Google で検索してやんなくちゃいけないので、で、DBCLS に教えてくださる方もいないので、自分でガリガリやるしかないですね。この辺は気合が必要です。あともう完全に愛ですね、iPhone への。iPhone も大好きだったら、もうそこで、ね、自分のアプリが乗るっていうのは、あと自分の実機で試したテストで試した時もすごい嬉しいので、まあ、そういった iPhone への愛が必要かなと。まあ、この2つは僕も満たしてます、バッチリ。というわけで、なんかこういう人ちょっと、なんか、もう作りたくてしょうがないみたいに走ってくるような人をお待ちしております。ということで少しでも興味ある方はこのツイッターでジェントルメンタスまで、やってください。アットでも DM でも何でもいいので。最後の、まあ、謝辞なんですけども、謝辞というよりももっと強いもので、実際これ僕が一人で全部自分で作ったような顔して喋ってますけど、そんなことは全然なくてですね、僕らのボスの、アイナッツさんでも、これ実際統合 TV のキュレディッドの、ソースコードをキュレーションして、スクレーピングして取ってきてるんですね。で、それを僕は iPhone の外側からこう表示してを見せてるだけで、実際こう中身を作ってくれたのはもうアイナッツさんみたいなもんですね。で、あとそれとは別にいろいろ今日綺麗な画像を 見せたと思うんですけども、あれは全部リブさんが書いてくださったんで、僕はそうデザインとか画像には何もタッチしてません。全部リプさんが作ってくださいました。それとですね、小野さん今日いらっしゃらないですけども、諸事情で小野さんもその iPhone のアプリ作る上でこう動画をいろいろしてくださったんで、小野さんにもお礼を申し上げたいと思います。それと別にあと、まあ、DBCLS のスタッフの方々に、まあ、お仕事をくださったっていうのももちろんですけども、まあ、期待してるよみたいなことをこう温かい声をかけてくださったりもしたので、まあ、この辺は感謝したいと思っております。ということで、まあ、2度ですけども改めてご清聴ありがとうございました。